クローバーネット TV サイクロチャンネルをご覧の皆さん、こんばんは。武田邦彦の本当の話、5月25日第10回放送です。私はアシスタントを務めます倉島桃子です。どうぞよろしくお願いいたします。この番組はクローバーメディア四季スタジオからお届けしております。それでは早速、この番組のメインでいらっしゃいます武田邦彦先生をご紹介いたします。先生、今日もどうぞよろしくお願いいたします。何しろね、はい、この番組始めた時はもう、お先も真っ暗だったけども、来る時も真っ暗あ、もう四季から歩いてくるのに寒い、はい、寒いね、真っ暗。今も明るいじゃないですか。そうなんです。今日はね、まだ人が歩くのがしっかり見えるようなね、そのような明るい状態になりまして、日が長くなったなというね、季節の移り変わりをね感じます。今日で10回です、先生。10回ですか。10回ですよ。まあ今日もたくさん話題ありますので、早速いきたいんですが、その前にですね、番組からのお知らせをまた引き続きまして、したいんですが、番組を応援する会というのを始めましたというね、こちらのお知らせです。視聴者が番組を支えるという新しい形ということで、ぜひ皆さんのお力をいただければというふうに思いますですけども、もちろん会員特権というのもございまして、公開収録とかミニ講演会、そして食事会とかですね、優先的にこういった会員の方にご案内するという、そういった形式になっております。でご入会に関しましては、クローバーメディアのホームページにすでに載っておりますので、そちらをご参照いただければなというふうに思います。いくらが会費がかかるんですか。そうですね、入会金といたしまして5000円かかるんですけども、その他にはまあ、会ごとには値段がいろいろ変わっていくと思いますけども、それ以降の、まあ、全体的な年会費とはございませんので、会員の費用のみになりますね、はい。ではお知らせは以上になりまして、早速今回も盛りだくさんの話題と、最初にも申し上げた通り、時事問題から、国際編からいきたいというふうに思います。最初のテーマはこちらです。米朝会談中止、ということで、まあ、今回のことは私自身も非常に驚きまして、まあ、ニュースを何やら見てますと順調にいってるようにも見えていたので、ただ個人的には本当にそんなにうまくいくのかなというふうには感想を持っていたんですけども、まあ、今回ペンス氏に対する批判が理由かとかですね、あとは非核化が難しいと判断したのかとか、まあ、様々に言われているんですけども、何があったのかということですよね、でトランプ大統領から北朝鮮に送られた、まあ、書簡の内容をまず画面の方では抜粋してご紹介しまして、私の方からは時事通信社のニュースからの訳文を引用した書簡の方をご案内したいというふうに思います、それでは書簡の方です。親愛なる委員長へ、双方が長らく求め、6月12日にシンガポールで開催される予定だった首脳会談、それに向けた交渉と議論に費やしてくれた時間と忍耐、労力に感謝する。北朝鮮側から会談の要望があったと聞いていたが、どうでもよいことだ。私はあなたとシンガポールで会うことを心待ちにしていた。あなたの最近の声明に示された大きな怒りと明らかな敵意を見る限り、長らく計画された今回の会談を行うことは残念ながら不適切であると考える。この書簡をもってシンガポールにおける首脳会談を取りやめることを示させていただく。これは双方のためであるが、世界にとっては良くないことだ。あなたは自国の核能力を自慢したが、アメリカの核能力は非常に大きく強力だ。これらを使わないで済むことを神に祈っている。私はあなたとの間で素晴らしい対話ができていると感じていた。最終的に意味を持つのは対話だけだ。いつの日かあなたに会えるのをとても楽しみにしている。また拘束していたアメリカ人を釈放してくれたことに感謝したい。あれは美しい意思表示であったし、非常に感謝している。この最重要の首脳会談に関し、気が変わった場合はためらうことなく連絡してほしい。世界、特に北朝鮮は持続的な平和と偉大な繁栄、富に対する大きな機会を失った。この失われた機会は歴史における本当に悲しい出来事だというのが、以上書簡の内容になります。大きなニュースなんで、皆さんも新聞とかテレビで、まあ、十分にご存知だと思うんですが、そうですね、日本の新聞とテレビの欠陥はですね、一番大きな欠陥はですね、みんなが分かっていることを伝えるんですよ。だから例えばアメリカトランプ大統領は性格がおかしいからこんな変なことするとか、それから北朝鮮が原爆核施設を
本当は捨てないんじゃないかとか、はい、そういうふうにあのそれはニュースがなくても分かることですよ、はい、その要するに、首脳会談がなくなったんだから何かのいざこざがあった、それだったら例えば、まあ、核施設のあれがうまくいかなかったのかなとかこれに思うわけですね、はい、それはあのそういうことをあのテレビのコメンテーターが言うのはね、どうしてかっていうと日本の場合はね、あの見てる人が変なんですよ。ニュースを見て自分と違う、自分が今まで知ってたことと違うことを言ってくれたことを喜ぶはずなんですよ。だって時間使ってニュース見るんだから、はい、逆なんですよ。日本人ってちょっと特殊な性格でね、自分が今まで思ってたことを言ってくれると喜ぶんですよ。で僕の講演会もそうですけどね、はい、いやー今日は先生の講演会良かったっていうから、良かったですね、いつも自分が考えてることと同じだったって言うんですよ。いやそうだったら来ない方がいいじゃないですかってね、そういうことがあるんでいけないんですね。ですから私が言うことが常に、ちょっとおかしく聞こえるのは、日本のそういうこう人に伝えるとか聞く側も、自分が知ってることを言ってくれると嬉しくなるっていう、そういう性格があるんですね。これについては僕はだから、あの後で森友問題なんか出てくるんですけども、はい、僕あんまりよくそっちやってないのはね、この外交問題だってもう僕勉強するのはもう大変なんですよ。毎日毎日ね、10個も20個も外国のやつ読まないとね、はい、経過が分かんないんですね。その僕が今考えるポイントですね、はい、一つは直接的には北朝鮮がアメリカの副大統領を足様に言ったね、それから、ボルトンっていう補佐官いるんですけど、はい、これもちょっと変な人だからボルトンの方もおかしいんですけど、ボルトンはまあ簡単に言えばちょっとこじれたら金委員長を殺すぞと言ったわけですよ。言ってみればリビア方式ってそれですからね、はい、ですから殺すぞと言ったと、いやそれは向こうもムカッときますよ。うん、それで外交っていうのはですね、まず第一の点なんですけど、これだけじゃないんですけど、外交っていうのはどうせ利害が合わないんです。あの国内は利害が合うように議論するんですよ、はい、ところが外交っていうのはもう国と国だから、戦争しない限り絶対利害合わないんですよ。だから褒め合わなきゃいけないんですよ。悪いことを一言で言ったら終わりなの。だからちょっと今ね、ウォンゴさんに読んでいただいたのは、はい、もう非常に丁寧に言って、ね、しかも正直ですよ、はい、僕この手紙がいいと思ったのはね、なんで、会談をやめるのか、あなたはアメリカの抑留してる人を返したり、はい、こういうことって非常によくやってくれたけど、はい、だけど現在はこのままではやれないんだと、うん、だけど気が変わったらいつでもまたやりましょうねと、はい、そういうのが外交なんですね。ですから、まあ、日本人でですね、まあ、別にこれは日本の普通の人が言ってもいいけど、今はまあ発信力もあるんでね、例えば日本の人が中国とか朝鮮に対してあまりに罵倒だけを続けると外交っていうのはできなくなっちゃうっていうところあるんですね、はい、外交っていうのはお腹の中どう思ってても表面上はいや親睦深めますよねってのは基本、それが一つ。もう一つはね、これ僕アメリカの女性ずっと見ててよく分かんないんですが、僕の感じではね、はい、今までのオバマ政権とかその前の政権は常に戦争をアメリカの中で、まあ、簡単には武器を作ってる人たち、はい、それが主導権だから、表面上は平和平和って言うけど武器を売りたいんですね。ということは平和の方向に行く話っていうのは全部反対なんですよ。ですから IS を作って IS の武器を売り、売った後 IS を潰そうつって世論を作るっていう、そういうことをずっとここ20年ぐらいやってきたんですね。それによってアメリカの軍事産業っていうのは持ってきたわけですね、はい、それで今もうイラクとイランの問題、イスラエルの問題、それから北朝鮮の問題、もう多分ね、僕の感じではね、アメリカの政治情勢っていうのはギリギリトランプが平和に向かって戦ってる。で今度これ一番うまくいったケースはシンガポールで習近平来て、はい、で平和協定結んじゃうと、休戦協定をやめて、はい、そうなるとねもう大変ですよ、アメリカの軍事系は。だから必死に今抑えようとしてるわけです。そのつばぜり合いで、つばぜり合いしてる時に北朝鮮がアメリカの高官をバッと来ましたからね、はい、それでもうガラスの城みたいに建てたやつがガラッと崩れたと。で今先ほどモンゴさん言ったように、はい、米朝首脳会談がやれるようになって、みんなあれよあれよとうまい方向に転換していくのに驚いたわけですよ、はい、そうなんですよね。驚いたということはガラスの城なんですよね、うん、じっくりやったわけじゃないから、だからこう弱いものを作り上げてそれ突破しようと。だけどやっぱりトランプ大統領のやっぱ力がそこまでなくて、
でまあ、国務長官も変えたりいろいろ頑張ったんだけど、ついにそこまで行かずに、まあ、しょうがないと思って、でこのさらに3番目はね、はい、金正恩委員長が2回目に習近平に会いに行ったんですよ、はい、大連に。ましたね、これが効きましたね。というのはあれによって中国の影がすごく大きくなった。うん、今はアメリカはですね、特にトランプ大統領は中国との貿易いろんなことで中国の力を少しずつ弱くしようとしてるわけですよ。はい、ところが今度のことで朝鮮統一のことで中国の力がすごくでかくなるとですね、それはちょっとね、そっちの方に路線切るわけにいかないですね。一方プーチンさんはもうロシアのプーチンさんは黙ってるっていう状態でしょ。そうですね、ですからこのね3つのことですね、1つは直接的に外交というのはそうじゃないのに非難してきたということと、うん、アメリカの軍産共同体とトランプ大統領の平和勢力がもうギリギリのところだと、はい、それからやっぱり中国がちょっかい出したと、この3つでですね、まあ、できなくなった。だからまあ今日アメリカの論評でもありましたけどね、はい、まあ成果の上がらないものをやらない方がいいんじゃないかっていうのがね、まあ、正しい表現じゃないかと、残念ですけど思いますね、はい、ということですね。そうですね。で、あの中東と北アフリカの地図というのは何か資料で使われるというのがあったんですかね。あ、そうですかね。じゃあ、はい、あこ の、はい、あの北朝鮮の話っていうのは、はい、このリビアっていう国ね、はい、これここにあるんですね、エジプトの隣に、ね、ありますね。それでここにはカダフィっていうね、はい、大佐がいて、大佐、はい、僕らはあのアメリカとかヨーロッパ日本のマスコミに洗脳されて、もう全部出てくる顔は憎らしい顔が出てくる。もう金理事長と一緒、それでもう暴君だとやったけど、リビアのカダフィ大統領っていうのはものすごい偉くて、結婚したら家はあげると、それであの車を買いたかったら半分は出すと、教育は無償だと言って、まあ我々豊かな国、はい、それで人口も少ないんです。それでそういうことをどん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 やって国民が幸福になることが国の役目だって言ってた人なんです。で実際そうやった。じゃあなんでそれを潰したかったら、はい、あの兵器が売れないからですよ。それで結局中東の春ですねをやって、でエジプト、はい、リビア全部潰して、それでリビアもついにカダフィ大使っていうのはね、揉め事をしない人なんですよ、平和勢力なんですよ、はい、だからどうしてもアメリカ許さないんですよ、うん、アメリカっていうのは戦争が好きなんですから、組織的にでやっちゃったわけですね。でそれがここですね。それからイラクですよ、これ今度イラク合意しましたけど、イラクの合意っていうのはやっぱりあの軍産の方と軍隊、あの軍隊優先の方はいいんですこれがね。それからここの IS ですね、はい、あのフセイン大統領と IS、 それから現在のシリアの反政府勢力、それからイスラエルの戦争好きな方、これは全部ここ、こうこうこうは全部アメリカの軍産共同体の仕組んだものです。ウクライナもそうですね。ですからウクライナとここは全部そうなんです。ウクライナもあのアメリカこっちに金、あの軍事を渡したり、こっちにあの軍を渡したりして、はい、あの やらせてついにボーンといったんですけど、まあ、そういうやり方ですね。ですから我々が世界を見るときには現在は、そのアメリカのトランプ大統領がとにかくそういうことにならないようにということでアメリカ軍を引こうとしてるわけですね。でそれに対してもアメリカ軍なんか引いてもらったらもう売り上げぐっと減るからってんで頑張るというのを戦いはやってるんです。ですからまあ碁のね打つ人好きな人いると思います。碁っていうのは素人はここ打ってる時はここだけですけど、上手くなるとここに一手打つとこっちのとの関係がねピッとくるんですけど、はい、まあ、そういうような情勢で、まあ、進んでると、まあ、いうことですね。インドのここにガルシア島ってあるのでこれが戦略空軍いるんですけど、このやっぱり動きがね全体のガムとガルシア島のね空軍の動きが全体として気になるっていう感じになると国際政治を見るのは面白くなりますね。まあ、そういうことで非常に関係が深い。さらにエルサレムちょっとあるかな、いや別に次じゃなかったろう、はい、ありますね、はい、このねアメリカはちょっとこの前がありますね。アメリカ今ちょっと飛びましたけど、エルサレムにそうね、はい、米大使館エルサレムに1点あります、はい、次の写真をお願いいたしますね。イスラエルのね本当の首都はエルサレムなんです、はい、だけど今仮にここにあるね
あの都市をとりあえずみんなここに大使館のとこ行ってるんですね。でこのイエルサレムって面倒くさいことに、ね、ここがヨルダンだったんですね。でヨルダンとそれからイスラエルのちょうど真ん中にあるわけですね。でややこしいことに今度これ旧市街なんですけども、イスラムとユダヤとキリスト教がまあ同居してるんですよ、はい、それでね僕らは日本人だからイスラエルに行ってこのイエルサレムに行って寺院のこう姿を見るとイスラムとイスラムの寺院とキリスト教の寺院全く同じ、全然区別つきません。よく見ると十字架のある方がキリスト教で十字架のない方がイスラム教っていうぐらいしか分かりません。なぜかっていうとユダヤ教とキリスト教とイスラム教は同じ神様ですからね、これ全部、はい、だから言ってみれば、なんとか宗なんとか宗、日本で言えば、はい、ね、浄土宗とかそれ名前出すと、はい、これ例ですよ、はい、日蓮宗とかそういう宗派なんですよ、これ宗派が、まあ、最初は2000年じゃないね、1200年ぐらいに、まあ、言ってみればユダヤ教ができて、それから0年にイエスキリスト教ができて、これで622年かなんかにイスラム教ができたというできる時期が違う、全部神様一緒、はい、イエスキリストも天使から、それからあのムハンマドも天使から啓示を受けてるわけですね。ですからやめちゃった方がいいんですよ、そういう戦争は。これ全部一緒にしてですね、それでまああのユダヤの、まあ、ユダヤ、最近の銀行の日本の名前だとユダヤキリストイスラム教っていうのをちゃんと名前にしてですよ、はい、あと宗派というふうにした方がいいんじゃないかと思いますね。あの世界三大宗教でキリスト教とイスラム教と仏教なんて言うからいけないんで、あれ間違いなんですね、はい、あの一個は全部一緒ですのでね。それでまあこの中東の問題だけども、これはね、はい、わざとやってるんですよ、あの武器売る方が、うん、わざと対立構造を作っているってことですね。そうなんですよ、はい、だから対立構造をわざと作って対立させるのは誰かっていう方に目を向けないと、特にこの番組見てる人で平和を愛するっていう人はもう絶対にそこをごまかさせちゃダメですから、うん、まあ、今回も、イスラエルの大使館を、まあ、テルアビブからエルサレムに、ね、はい、移転したということで、まあ、トランプ大統領は式典への、まあ、出席を行いませんでしたけれども、はいはい、まあ、ビデオメッセージではこの主権国家は首都を決める権利があるというふうに言ったということで、まあ、移転の際にはパレスチナ側から大規模な抗議デモもあって、ね、まあ、ニュースでもだいぶ、ね、伝えられましたけども、まあ、一部でイスラエル軍との衝突があったりして、まあ、50名を超える死者が出たということですが、そうですね、まあ、またニュースの一方ではこのアメリカとイスラエルはひどいとかですね、はい、それからパレスチナがかわいそうだという、まあ、論調が主流というふうに一般的にこう見ると、うん、こう感じるわけなんですけども、まあ、これもね、さあ大使は2000年間住んでたとこを追い出されたわけだから、はい、パレスチナ人も腹立てるんですけども、もうそういうとこはもうこう世界で山ほどあってね、はい、そこを解決する手段というのは双方の人の権利を認めるってしかないんですよ。もう両方認めるってしか、もうどっちかっていうとダメなんですよ。ですから今私言ったようにイスラム教もキリスト教も一緒と、パレスチナ人もユダヤ人も一緒と、これ以外にねもうこういうタイプの問題っていうのは解決できないんですよ。絶対解決ない、人間はそこに住んでんだから、うん、それからね、あのイスラエルって国が戦後にできたの、1947年戦争の後にできたんです。だけども、はい、あのシオニスト運動ってのあってね、もう20世紀今から100年ぐらい前から続々とここにユダヤ入ってたんですよ、はい、でね、民族移動によって国が変わるっていうのはもう普通のことなんですよ。別にあのここだけじゃないんですね。ローマだってゴートが入ってきてやられるし、どこでもそうなんですよ。だから民族が移動してある国ができちゃった場合はもう紛争の解決手段はもう2000年同じ解決手段なんですけど、両方を認めると、これやるしかないんです。だからその時に俺はパレスチナ側だとか俺はイスラエル側だと言うとですね、なんですよ、まあいいじゃないかと、なんだったらイスラエルとヨルダンと一緒になって新しい国作ったらっていう方向は歴史的方向なんです、うん、だからあの反目にならない方向にやっぱ世論を持っていくっていうことが大切なんじゃないかと思いますね、まあ、それからあのアメリカがですね、あのエルサレムをあの、はい、首都にして大使館を移動させるというのは別にトランプ大統領の政策じゃなくて、これも本当にあのメディアは嘘を言うからいけないんだけど、あれは1995年だったと思いますけどね、あ、議会で決めてるやつで、あとその執行の権利を大統領に与えてるだけのことですから、
だからアメリカ人の考え方という点ではもう1995年にあのイエルサレムに移すというふうにもうなってるわけですからね、これもトランプ大統領憎しっていうんでトランプ大統領のことを当ててもしょうがないんで議会にデモしろって僕なんか言いたくなりますね。はい、ありがとうございます、はい、ではこの後お知らせというふうに移ってまいります。ではここでのお知らせは今回もバイタルアクト様からの番組を応援いただいておりますのでそちらのご紹介です。武田先生の番組が末長く続くためにと引き続いてのご支援をいただきまして誠にありがとうございます。サプリメントを好きなスタッフがこれは成分がすごいというふうに言っておりましたので、まあ、サプリメント何か買いたいなと思っている方ぜひ問い合わせをしてみてください。サプリメントのバイタルアクトでは綺麗な肌と健康を保ちたい方にぴったりの製品をご用意しております。完璧な栄養バランスで美肌を内側から作りあなたの健康レベルまで底上げします。まさに一石二鳥です。本当のサプリは飲めば分かります。お得なキャンペーンを実施中です。定期購入がお得、回数に縛りはありませんので2回目以降いつでも解約できます。番組ホームページと YouTube の詳細の部分にリンクがございますのでぜひそちらお問い合わせにしてみてください。以上バイタルアクト様からのお知らせでした。番組の応援を誠にありがとうございます。クローバーメディアでは番組を応援してくださるお店や企業を随時募集しております。クローバーメディアまでぜひお問い合わせをしてみてください。はい、では以上お知らせ終わりまして次のお話に参ります。ホットな話、時事問題の国内編です。はい、これはもうまさに今日も動きがあったお話ですよ。はい、日大アメフト反則問題ということで、はい、概要の方を最初に申し上げます。はい、大学アメリカンフットボールの定期戦で6日関西学院大学の無防備な選手に対し日大の選手が悪質なタックルを行い負傷させました。その後もラフプレーを続けて退場処分となりましたが監督による指示があったのかどうかということなどが問われています。監督は19日に負傷した選手にお詫びをし辞任を表明しました。22日には加害者となった日大の選手が記者会見をして謝罪、一連の経緯について語りました。その後日大の監督、コーチも会見を開きましたが日大広報側との齟齬も浮き彫りになりました。そして今日は学長の会見もあったということで ね、広報にありましたけど、ついこの、さっきの時間ですけども、そこの話は本当はね、僕らメディア、僕もまあ学者だけど一応メディアで、メディアの役割はですよ、 A っていう人が何と言った、学生が何と言った、監督が何と言ったなんていうんじゃ、そんなのは見れば分かるんですよ、自分で取材したり知識を入れたり、専門の人からちゃんとやってもらって、これはこういうことなんだっていうことを言うのが大事なんだけど、あのね、僕この前ね、あるバラエティでやってたらね、それで僕がスパーッと言ったらね、隣の人はね、武田先生あんまりスパーッとは違いませんよ、こういうバラエティはね揉めるのが大切なんですけど、ね、やはりそこですかね。やはりね、でこの問題はね、揉めないように考えたら簡単なんですよね。アメリカフットボールは僕もすごく好きで、まあ、何十年とアメリカのカレッジフットボールですけどね、を見てるんですけど、あの今度の事件というのはアメリカの長いフットボールで僕見たことありません。クォーターバックにサックするって言うんですけど、あれはいくらでもあるんですけど、 あんなね、クォーターバック投げてから4秒も経ってね、ぼやっとしてるクォーターバックに突っ込むなんていうのはもう見たこともないですよ。だからあれは選手は絶対やらないです。あれ指示がなければやりません。その指示を選手が誤解したかどうか別にして、指示がなければあんなことって絶対やりません。あれ全日本の選手ですからね、全日本の選手がね、新馬だったら別だけどやらないですよ。それからもう一つはね、ああいうプレーがあったら必ず交代します。必ずベンチからバッと交代します。で一説にね、交代しろっていう指示があったけど聞かなかった、いやそんなことありません。あれ交代っていうのはね、ベンチから交代の選手を出すんです。その出した、そのやった選手を引くんじゃないんですよ。あのあったお前行けっつって行かせて、その選手が変わるんです。ですからそのあのそれ変わらないまでにはスタートしませんから、プレーが、だからあれは3回目のラフプレーするまで変えなかったわけですから、あれベンチはあの行為がいいっつってやったんですよ。ところがね、ここでわからないこと聞くんですね。僕が記者関係になったら絶対聞くんだけど、あれ15ヤードのバッターになるんですよ。アメリカがフットボールって10ヤードごと進むんですけどね、まあ25ヤード後ろからですとね、まずダメなんですよ。ということはね、負ける
と承知であのラフプレーやるってことなんですよ。そうですね。でなんでこうなってるかっていうとね、アメリカはあのスポーツマンシップとはこうあるべきだなんてあんまり言わないで、まあ言いますよ、少しは言うんだけど、もうそれができないような罰則を決めるんですね。ですからあのやらないっていうことになるわけですね。だから微妙な感じでクォーターバックが投げる瞬間で手が離れるかどうかのところでサックするという、はい、そういうやり方になるんですよね。だからそこがありますからね。ですからまあ日大としては一番早い時期に、もちろん今日の学長もね、はい、コーチと年齢差もあるから伝達にそこがあったのかもしれないっていうんで、そこを議論してもダメで、1回目の反則の後なぜコーチは選手を入れ替えなかったのかっていうことですよ。そこに集中したらね、これすぐ分かる。だからもう一つ、それが事件ですね。ですから、はい、多分ここ見ておられる人はね、誰がこう言った、学生がこう言ったとか山ほど情報が入ってきますけど、そうですね、まあ、そんなのどうでもいいやと思ってる人がありますね。それからね、根本的なことですね。はい、次の資料を、ええ、はい、突如として僕は気が狂ったんじゃないかと思う、変なのが出てくるんですけど、はい、山下法文陸軍大将の遺言っていうのがあってですね、はい、まあ非常に一部なんですけども、彼は今からそうですね、昭和46年の12月に処刑されましたから、はい、まあ、今からだいたい72年ぐらい前ですかね、まあいろんな中でこう言ってるわけですね。日本軍の将兵は忠誠というけど、上官の命令に従うだけでは忠誠ではない、本当の軍人というのは上官に対してちゃんと自分が従えなければそれをきちっと言うっていうのがね、それで軍隊は強くなるんだとこう言ってますね。それから特に日本の婦人についても言いたいって言っておられるんですけど、はい、日本婦人は定説というが夫の言うことに従うだけでは定説ではない。だから桃子さんなんかは定説なんですよ。あ、従わないじゃない。その通りですね。そう言われてると安心感が、そうして、そうすると立派な家庭ができるっつってるんですよ彼はね。なるほど。立派な国とか立派な軍隊とか立派な家庭っていうのは、そこにいる人がいいダクダクと上のものに従うということがね、これが日本の欠陥なんだと彼言ってるわけ。日本の欠陥を、俺はこれから死んでいくけども、日本の欠陥を直すためには将兵はの本当の忠誠というのはちゃんと意見を述べるのが忠誠である。それからご婦人もちゃんとそんなことあんなダメよというのがあのちゃんとしたものの態度であるというふうに72年前にね、素晴らしい、しかも日本陸軍、はい、日本陸軍ってお前行かなかったらバサン、そうです ね, ね、それでもね、大将がやっぱりそういう方もいらっしゃったっていうことですね。そういるんですよ。これがマレーの虎と言われてね、陸軍中の陸軍だけども彼は遺言で、まあ、こういうことを切々と言ってるわけですね、はい、だからやっぱりこの際ね、この事件を良くするためには、はい、大学のスポーツクラブがね、はい、率先して、はい、今まで学生っていうのはもうコーチの言った通り、そうじゃなくて本人とよく話し合って、あなたはどういうプレーをしたいのか、はい、話し合ってね、そして作戦も考え、特に大学ですから、大学のスポーツっていうのは勝つためにあるんじゃなくて、学生個人個人の能力を伸ばすためにあるわけですからね。でこれね、あのね、だけどみんな間違うんですよ。あのね、僕工学でしょ、機械工学、はい、で学生に研究やらせるとね、学生自身も間違ってるんですけど、大学もちろん間違ってるんですけど、研究を成功させようと思うんですよね、はい、研究を成功させることは大切だと思って、みんなそれ一生懸命やるわけで、僕は違うよと、君が成長するための道具が研究なんだと。だから研究が成功した方がいいかって言われるとそれはいいけども、研究のプロセスとしては、だからもう絶対ダメだと思うやつを学生石上に来たら、うん、やったらなかなかいい方法だねって言ってんね、僕の心の中じゃどうせダメだと。これはだけども、本人が考えてこういうことをやろうとしたことが挫折したら、本人はあ、なぜ俺ダメだったのかな、あんないいと思ったのにって考えるでしょ、はい、ところが僕がこうやったらいいよっつったら、なんか教授が言うからそうやってやるっつったら成長しないんですよ。で会社だって組織でやるんだったらね、いやダメだダメだとこっちやってくれとこう言うんだけど、学生の研究ってのはやっぱ違うんですよ、全然考え方が違うんですよ。だから教授はあくまでも学生の進歩になるように、身になるように導いてやって、研究の成功なんていうのは二の次にしないといけないんですよ。それが大学っていうもんですから。だからカレッジフットボールのいいところはね、そういうところがやっぱりちょっとあるんです。アメリカでもね、プロフットボールってすごく盛んですね、はい、うん、だけどプロフットボールの試合よりか学生のカレッジフットボールの方が面白いのはね、
やっぱり学生の個性が出るっていうことがあるんですね。まあ、自主的にいろんなものの作戦をこう考えて組み立てていくっていうところが面白いですね。そうなんですよ。それからやっぱり学生の個性も非常に強く、はい、それから学生がこう1年から4年まで成長してきますね、はい、それを僕らフットボール見てて、ああこの人こんなになったかというふうにね、思うと、だからそこのとこですからね、今度の事件をあんまり個人的なね人間関係で議論するんじゃなくて、こういう組織論とか、それから大学の教育論とか、はい、そういうものに、まあ、今のメディアはちょっと期待できないけどね僕なんかメディアで言うとそれだけ僕だけ浮ついちゃうからね問題ですけど、まあそうだと思います。もうちょっと大きな視点でもってそういった問題を、まあ、大きく見るっていうことで、はい、ね、技を持って不幸、なんていうか改善していくと、不幸なしというところで、そうです、はい、そうですね、この方に導いていけるような、まあ、終わり方をして、ぜひ、まあ、これに萎縮することなく日大の学生の皆さんもね、日大はねこれでやり直さなきゃいけません。日大のフットボールって本当に強かったわけですから、はい、ずっと伝統もあって、ね、だからこの際捨てて、日大のラグビーはもうこれからね勝ちを目的にするんじゃなくて、ラグフットボール部がの一人一人が成長するような、う、ね、あのフットボールやるっつって、それを見せたらね、もう大変に皆さんに評判が回復すると思います ね、 そうですね、これからのやはり成功というね、皆さんのその歩みがそうですみんなの楽しみにもつながるということにもなるでしょうか ね、 そうですね、はい、はい、それでは続きまして次のテーマに移ってまいります、はい、次は住友学園との交渉記録廃棄問題、はい、これもまた注目、ああ、今日はね、保釈のような話もありまして、はい、ニュースも盛りだくさんです、はいはい、概要から申し上げます。財務省は23日、国有地売却に関する森友学園との交渉記録について、昨年2月下旬以降に廃棄を進めていたことを明らかにしました。また、廃棄したとしていた記録も一部を除いて発見され、国会に提出されることとなりましたということですね。私はもう終始、もう2年ぐらいになりますが、はい、森友問題なんか問題しちゃいけないって山まで言ってるわけです。はい、次々こういうのが出てくるから、はい、その度ごとに武田はね、安倍政権悪いことはいっぱいあるのに、なんでこんな変なことあるのに安倍さんを保護してるんだとか、僕ね安倍政権の政策と相当違うんですよ、はい、第一僕原発も再開反対だしね、それから日韓の、10億円のあれなんかも慰安婦事件も反対だしね、はい、まあ、それでじゃあもう随分安倍政権のやることに反対のいっぱいあるんですよ。だけども僕がこんなこと問題にしてもいいけど、問題の仕方が違う、これ安倍政権の問題じゃないんですよ。あのね、よくねこうテレビなんか出てくるコメンテーターとかで割合偉い人でね、はい、あの嘘を言う人が多いんですよ。どういう嘘かったらね、こんな事件は戦後初めてだ、ふざけんじゃないっつってんですよ僕は。あ、例えば一つだけ挙げてもいいけどね、社会保険庁の記載漏れ事件、はい、ありましたね、あれ5000万件ありました。しかも国民がもらうお金を記帳してなかった。それからね、社会保険庁が年金機構になってもう調べに調べて、はい、結局分かったのは1700万人ですよ。あとの3400万人にはね年金結局いかなかったんですよ。皆さん困ってないですか、はい、森友はたった10億円、まあ10億円でだから軽いって言ってないんですよ、そんなこと言ってないんだけど、そうですね、はい、それはねやっぱり10億円とね、あれ20兆円ですから、なくなっちゃったのが、うん、だからそれはね経緯があるっつってるんですよ。でね、実はね日本の官僚組織には基本的な欠陥があって、もうその古くはリクルート問題もそうですし、はい、まあ、いろんな造船疑獄とかいっぱいあって、まあ、その後小さい事件っていうのはもう毎年のようにあるんです。この類の嘘だったらねもう1年に何十個もありますよそれでね、それで官僚がなぜ嘘をつかなきゃいけないのか、官僚にも今度僕は救いの手を述べるとね、はい、現在の官僚システムって官僚側も嘘をつかざるを得ないようなシステムになってるんですよ。で官僚は嘘をつく、じゃあそれを例えばアメリカ型で全部入れ替える方式とか、はい、まあ、ありますよ。だけどこれだけ続いて、そりゃね5000万件の付け忘れね、3400万人に返せなかった、結局調べても一体どうしてんの、書類がありませんね、はい、それから今と同じですよ、全部混ざっちゃいましたね。それで誰かが付け忘れてます、名前書き間違ってます、でもそうですからね。じゃあそんなでかい事件があってんのに、はい、その後全く改善されない。それからもっとひどいのがね、年金番号、それから住基ネット番号、ありま
ね、今度国民番号、はい、もう番号をどんどん作ってね、そこに予算を100億円単位ですよ、あれ作って、はい、全部消していくわけですよ、はい、でそういうことになぜマスコミもコメンテーターも言わずに、安倍政権のこれだけ10億円だけ言うかって言うとね、これはもう官僚とくっついててそっち言わないんですよ。その大きな方を言うと自分のこうなんちゅうか儲けっちゅうか、あテレビ出るとかそういうのが途絶えるから、でかくなればでかくなると言わないんです。でこれは財務官僚の一部と大阪の理財局の一部だから、はい、これいくら叩いてもね、そのテレビのコメンテーターは全然身は安全なんだ、だからこれ叩くんだから、そういうのにね乗っちゃダメだっつってるわけですよ。だから特にね、これともう一つ家計問題あったでしょ、はい、2014年か15年のね書きつけがね今頃出てくるんですよ。まとめて出せって言うんだけど、今が1年の前にあれもね作戦でやってますから、うんうん、だからまあそこのとこはねちょっとね日本の政治官僚の論理理論あ違う倫理、それにコメンテーターの嘘、これをやっつかないことにはねダメです。でこれはねもう背景いっぱいあるんですよ。あの佐川さんだけはちょっとあの悪いような顔してるからね、ちょっと顔でも損してるけど、あのそうでもなくて全体の流れをじっくり見ますとね、やっぱりあの官僚独自のがんじがらめになってね、もう動けないんですよ。あの僕の担当してた原子力はそうですけど、僕ある時にあんまりひどいから原子力安全委員長のところ言ったら、いやもう武田先生ねよく分かってるんだけど、周りを官僚にがっちり固められてね、もう嘘を破壊できないんですよ。確かにその通りだ。じゃあ官僚の一人一人もね、組織の中でねがんじがらめになっててね、できないんですよ。それをやるのはね、はい、そのがんじがらめになって嘘をつかざるを得ないことをね、こんな問題じゃなくてもっとでかい問題でね、あの新聞とかテレビが取り扱えば崩れていくんですけど、年金問題すら途中で腰砕けちゃったんですよね、メディアが。この先どうなったって、3400万円に金が渡らなかったのに誰も言わない。でどういうことに転換していったら、監視証を払ってないとか、それくだらない問題にいっちゃった。ありましたね。そうそう、あれが5年ぐらい経ってそういう問題に切り替わっちゃって、はい、これでもううやむやのうちに終わっちゃうっていうね。で僕らもずっとそういう損をねもう繰り返して、で国民今度番号が来ると、なんだか知らないけど思って、みんなもやる気もないけどしょうがないなんてね、こういうことになっちゃう。だからこの問題僕はね、あのやめた方がやめた方がいいっていうのは、これをやめた方がいいんじゃなくて、ですから安倍政権を支持してるわけでもなくて、はい、やっぱりね僕らが損することをやめた方がいいんですよ。そういうことですね。そうですね、はい、まあ、今後もこういった話題も出てくるかと思いますけども、そうです、まあ、本質っていうところを見極めながら、ね、籠池さんがどのくらいどうかは分かんないですけど、僕も会ったことないから、はい、だけど籠池さん一人のことを ね、 そうですね、これだけやっちゃダメですよ。そうですね、そう他にももっといろいろありますからね。そうです、はい、では時事問題たくさんあるんですけども、はい、今日は時事問題はこの辺でということで、はい、今回はですね、こちら本当の話の教育編、ちょっとガラッと変わりまして、はい、お話移ります、はい、受験生や大学生、そしてお子さんお持ちの方からの質問というのがいくつかありまして、はい、実はずっとこう溜めていたんですけども、はいはい、この話題から、はい、大学には行った方がいいですかというね、この質問、このタイミングではどうかなっていうね、テーマではあったんですけども、まあ、視聴者様からのご質問が複数あったということ で、はい、でね、先生からもね、いつでもこれ私の問題ですよ、うん、だって今受験シーズン終わったったって来年また入る人がいっぱいいるんですからね、はい、では次、それで僕はちょっとねこれね、うん、ずっと前なんですけど書いたものがありました、ね、はい、それ、これですね、もちろん大学に行った方がいいです、はい、はい、つのはね、人間つのは18で固まらないんですよまだ、はい、だから大学に勉強に行く必要はありません。もうちょっとブラブラしてくる、あらあら、ね、ブラブラするときにそのブラが、スポーツでもいいし、はい、人付き合いでもいいし、はい、まあ、まあ何だったらちょっと大学生で言いたくないけど遊びでもいいし、はい、勉強でもいい、はい、何でもいいんですよ。でやっぱりできれば22歳までブラブラしてる人の方がその後伸びるっていうだけです。人間として伸びます、うんうん、だけどお金がいますからね。そうですね、で卒業するためには必然的に勉強しなきゃいけないから、はい、単位取らなきゃいけないですからね。そうそう、遊びとか言っても、はい、まあ、勉強あるとしますからね、はい、単位取れればそれでいいですから、あんまりそれ気にしなくてもいいんです。もちろん大学はどこでもいいんですね。ただね、大学はどこでもいいんですよ。大学の特徴はね、いわゆる良い大学の方が学生時代の揉め事が少ないっていうことは、それはよくわかります。一つだけ言えばね、はい、この社会、反社会的な人が学生を
こうコマに使って金取らせたりするでしょ。あれはね、悪い大学の方に行くんです。でどうしてかっていうと、いい大学にちょっと行きにくいの、バレちゃうじゃないかっつって。あれすごいやり方でね、僕管理やってたから分かるんですけど、友達が、悪い友達ができるでしょ、そのうち。したらね、自分の下宿にも向こうの下宿にも遊び行くじゃないですか。そのうち自分の下宿に来るときに悪い友達とこれとか一緒に行くんです。これでもうね、すごいですよ、説得なんかしないんですよ。初めてそういうのに会う学生がね、地方から来た学生がいきなりね、殴るんですよ。バーンって殴るわけ。もうどうしていいかと思います。もう抵抗してもバーンバーンって殴られて蹴って、それからね、お前こういうことやれって言うんですよ。そして、いやそんな銀行行って嘘で金取ってくるのは嫌ですって言ったら、ボカーンと殴られるわけ。だから甘くないんです。だから地方から学生を出す親はね、そういうことがあるってことをよく分かってないといけないんですね。それで怒ってしまったら、なんか俺の詐欺の片棒をかつさせられたとか、そういうふうになるんだけど、はい、一番最初のきっかけはそれなんです。僕ね、それね、実際に処理うんとしてね、副学長ってね、でもびっくりしたんですよ。そんなに手荒い方法なんだなと。だから、おいお前こんなことやれよとか、そういうレベルじゃないんですよ、やっぱ彼らだから。はい、友達と入ってきてダーン最初から殴るって言うんですよ。だからね、これがちょっとあるんですね。それからまあアメリカの大学もありますしね、どこの大学もありますので、ね、ヨーロッパの大学なんか、あの学費は無料とかもありますし、ね、そうありますからね、非常にあのバラエティー飛んでますので、ね、そうですそうです。ですからまあ広く考えて、はい、お金があったら大学に行った方がいいってこういうことですね。場所はどこでもよろしいと、そういうことですね。はい、はい、あの日本だから固定的な大学考えますけどね、はい、あのまあドイツなんかでもそうですけど、もっと違う大学ありますが、スキーの好きな人は北、はい、でその人が夏、泳ぎたかったら沖縄の大学、はい、それはできるような国はいっぱいありますからね。そうですね、そのぐらい気軽に。はい、もう一ついきましょう、はい、じゃあもう一つ、はい、では次の資料、ボランティア活動しすぎて単位を落としてしまいました、こういうのはありでしょうかというね、質問ですけども、 あのねそうね、何でもいいんですよ。ボランティアでもスポーツでも単位落としても別に構わないんですよ。ただあの、4年が超えますからね。そうですね、親とよく相談されて。そうですねあのね、日本だけですよ、4年で卒業するっていうの、うん、例えば具体的な例を挙げると、南カリフォルニア大学ってあるんですよ。これ普通のレベルの大学、4年で卒業する人が 4% ね、25人に1人かな。から5年で卒業する人が 19% 5人に1人、あとは6年7年です。ですからね、それは何やってるかというと、海外に行って1年休校するとかですね、はい、お金が足りなくなったから休学するともあるんですね。そうですね。ですからまあ、あのちょっと日本は島国だったんで、はい、そういう傾向ですけれども、はい、まあ、4年で卒業するのは一番いいけども、はい、できない場合もあるということぐらいがいいんじゃないですかね。そうですね、はい、まあ、そういった楽しみを見つけられるような場所が大学にはあるというところもね、いいところかなと。はい、もう一つやりましょうか。はい、もう一つ入る、ね、先生、これここだけの話っていう話ですよ。はい、いきなりなんですけど、はい、前回先生、はい、あの馬の話をされましたよね。馬の話からの話なんです、はい、なるほど、ダービーだからね、いよいよ。そうなんです。それですか。今度のダービーの予想の基準から来まして、予想の基準、こんなお便りですよ。でその内容なんですけども、うん、私は競馬初心者で、どうやって予想したらよいか全く分かりません。なるほど。で詳しい人を探して聞くとか、雑誌や新聞というものが、まあ、あるでしょうが、科学的な基準を少しだけ教えていただければと思いますと、はい、でもちろん当日の馬の体調や運もあると思うので、はい、外れても恨みませんと言ってますので、まあ大胆に予想しましょう、はい、ということなんです。僕が今度のダービーを買うときにはどういうふうに考えて買うかっていうの、はいはい、何分ぐらいあるんですか。2、3分いきますかね。2、3分ね、はい、2、3分は必要なんですけどね、はい、ね、ダービーには特徴があります。ダービーから今度その人が初めて競馬するんだったら素晴らしいんですよ、はい、なぜかするとダービーが一番データ多いんですよ、うん、もうみんながデータ出すから。なるほど。だからもうデータを調べようと思ったら、もうそれはもう親の馬からね、はい、今過去の実績から全部わかるの。だから勉強するのはものすごくいいんですね。で今年のダービーはことのほか難しいんです。あらら。なんでことのほか難しいかというと、はい、ディープインパクトとかそういう類のいわゆる優秀な馬を出す種馬がダメになってきた。あの子供はいっぱいいるんだけど能力が落ちてくるんですよ。え、そうなんですか。種馬が一番いい時期っていうのがあって、はい、こうなってこうなってくるんです。そういうの、ね、成績のいいのがどん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 出て今落下してるところなんです。あらあら。だから今年はね、ある意味でプロは面白いのはね、
種馬の能力がどこまで下がったかっていう自分の判断力、ね、でだから混戦です、はい、それから今年はね先行が素晴らしいねサイエンスーカとか追い上げの素晴らしかったディープインパクトとかああいう馬がいなくてだらだらと先行しなんとなく粘るとか、うん、ちょっとだけ最後に刺すとか、うん、そういう馬だからもう4コーナーをこっちからだから4コーナーを曲がってきてそう3波乱ぐらいまで来ないとね、うん、勝ち馬は分かりません。決闘ということは私は全くの素人なので、全く当てずっぽうの話を言うと、例えばその、まあ、いろいろ能力落ちてくるっていうのがありましたけども、はいはいはい、覚醒伝とか、うん、おじいちゃんおばあちゃんそういうおじいちゃんかおじいちゃんの方の、うんまあ、そういう遺伝が突然なんか目覚めて、いいように作用してっていうのはないんですかね。そうするとあの桃子さんは何どのがいいんですか、うん、桃子さん言ったら絶対責任ないから大丈夫ですよだからそれをねあの考えてたんですけど、でそのデータっていうところで、ちょっとあのネタを見せてもらったところですね、北のコマンドールとか、ワグネリアンちょっと血統重視ですね。いやいやっていうのはまあその母馬のお父さんっていうところからの引っ張ってくると、うん、なるほどそういう感じなのかしらという、ね、なるほど。母親のお父さんの場合はお父さんの Y 遺伝子が母親で途切れてるので、あそうですか、少し影響は少ないんですね。そうなんですね。あの父親と来るとその覚醒遺伝が非常に良くなる、はい、まあそれはいいとして僕は時間もないんでね、はい、一つは今年混戦になる、混戦になる、でそれから差し馬も先行もいいのがいない、はい、いいのがいないっていうかもうすごいのがいない、みんないいんですよ、はいうんうん、一つはこの人初心者だから皐月賞か弥生賞をよく見て、はい、弥生賞って2歳の時にやるんですけど、うんうん、それを見て、まず勝ち馬を自分で決める、これは基本。なるほど。僕が買うんなら今年は人気をずっと見てて、はい、3番人気を買います。お3番人気、ね、ダービーとはね3番人気が入るんです。そうなんです ね、 あのねダービーとはね言えば人気通り入るんですよ、1番2番3番、ところがね1番人気を買ってもね配当が安いからね、はい、なんか喜びがないんですよ当たった喜びがそういうことなんですね。そう3番人気はね、はい、結構勝つし配当も多いんです。なるほど。だから3番人気か7番ぐらいの人気のところを買うというのがね、まあ、7番は1か8かになるんですけど配当は高いと、3番は結構勝てて配当もそこそことでね、とにかくね僕はねその人に言いたいけどね背景はすごくありますから、はい、だからこの際ちょっとね天気良かったらね競馬場行ってね東京競馬場またいいから、はい、また左回りでね今度左回りが得意だっていう馬が何頭かいるんですよ。あそういうのあるんですか、うん、それをよくそれを買うっていう手もあるんだけどね、左回りでその長くさせるっていう馬がないんですよ。だから今年は僕は3番を買います。なるほど、はい、まあこちらの、ね、終わりだ。そうなんです、エンディングのお話で競馬は楽しいですよ、ね、盛り上がっちゃいますけど、まあ、競馬の番組ではありませんので、ね、その辺はあの足からずということでそれではそろそろエンディングの方に、ねはいはい、参りたいと思います、まあ、今日もいろんな、ね、お話が進みましたけども、また次回お話するときにはどんな話題になっているかということで楽しみにしていただければなと思います。番組では視聴者の皆さんから武田先生の質問、そしてこのような話題を取り上げてほしいなど皆様から応援メッセージなどもねいただいて嬉しそうったら嬉しいなと思います。クローバーネット TV のメールフォームからぜひお送りください。次回の放送のご案内です。6月8日、先生夜6月です。6月ですね。金曜日の夜7時から今回と同じ埼玉県志木市のスタジオからお届けいたします。武田邦彦の本当の話、また次回もお楽しみ。今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。